コミにブレーブバトルカオリンゴだよカオリンゴだよジャスト野島だよはい、何ですか何ですか野島さんすごいんだけど、どうしよう。ちょっと軽く自己紹介を。私、ブレイブフロンティアが大好きな、ルパン小島という41歳の男です。この度、ルパリンゴと、こういうね、ハオリンゴと同じ格好をさせていただきまして、ちょっとここにご出演させていただいている次第です。はい、やばいですね。よろしくお願いいたします。はい、これちなみに、夏服バージョンですか？あるんちょっと胸が。そういうのある。あるんだよね。いや、夏も年中これです。俺はだから、これはこのカオリンゴがこれを着てる写真をどこで見たんだろうこれ、前のバージョンです。前のバージョンリニューアルしました。あ、そうなんです、はい、これをちょっと知らなかったなあ、だからレブロンファンじゃないですね。え、ごめん。だから本当、カリアガキでもないし、ジャイコでもないし、これは、似てる。あ、言われれば。カオリンゴの旧バージョンの、コスプレをした、ルパリンゴと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今日は、こういうわけで、はい。ちょっと唐突に入ってしまった。高橋さんです。こんにちは、こんばんは。はい。今日は、あれですね、はい、エンダーブレインさんに、はい、実は、はい、遊びに来ました。遊びに来ていただいてます。ありがとうございます。このブレキャス用に、うん、でもうすでにルパリンゴさんは1回出ていただいて出てます、はい、衝撃的に、はい、それはちょっと何のことかわからないので共演でやっぱりちゃんと、はい、カオリンゴと2人で絵に収まった方がいいんじゃないかということで、はい、このそう考えるので粋な計らいですね。いやいやいや、ありがとうございます。放送じゃん、放送じゃん。いやいや、もう放送事故になっちゃうこのワリンゴはキャラが定まってないので今日機会にこちらのキャラを固めといてください今回もちゃんと知っててルパリンゴさんやってもらってますよっていうのをちょっとここに言っときたい。はい、はい、ありがとうございます。で今日は、はい、ですね、3人にゲームを遊んでもらおうと、はい、いうことで来てまして、うん、ちょうど今、フロンティアハンター、あー、そうですね、イベント開催中なんで、うん、3人で協力してやってみようっていうことで考えてます。うん、ただ、普通にやったら面白くないので、はい、今日はその今、ジャスト野島さんがいつも使っている本アカウントの、はい、この画面映ってる、はい、アカウントに、でやるんですけど、はい、全くブレフローを遊んだことないという、うん、まさか、そんな人いたのかって感じですけど。いないよ、いない、いないよ、いないよ、いないよ、あのブレフロですよ。そうなんですけどね。いるらしいので、いやいや、いない、この方をお招きして、はい、全然ブレフロを知らない体で、キャラクターを適当に選んでもらって、はいはい、野島さんの中に来たら。はい、まあ、わかりませんからね。わからないわ。雰囲気で選んでいただいたメンバーで、極地を3人で回しながらプレイして、果たして極地クリアできるか。なるほど、なるほど。ということやってみたいなと思ってます。というわけで、じゃあゲストの、はい、お呼びしましょう。はい。はい、じゃあ、カオリンゴから。はい。うららさんでーす。はい。これがエンターブレンド、まさかブレフロやってないという。いやいや、嘘をやってもらえてきた。いきなり呼んできてるね。いきなりディスる。ひどい話ありがとうございます本当に。ありがとうございます。お願いします。ちなみにブレフロは全く、今日初めて触る、今日ちょっと初体験だ。じゃあ野島さん、じゃあちょっと極地に向かいながらパーティー編成の画面までいっちゃいましょうか。これを機会にね、気になってもらえる、ね、そうですね、ね、はい、引っ張らないで引っ張らないで。はい、というわけで、うららさんにサクッと直感で編成していただきました。はい、こんな感じ。感じのパーティーですね。はい、なんかリーダーが一番最初に選んだのはリュウジュでした。はい、リュウジュ。女神っぽい感じが、はい、なってますね。リュウジュがリーダーですよね。そうですね。はい、あら、やばい、はい、これはちょっと、これはちょっと。育てたはいいけど、次ですら、なかなかないから、はい、で次に選んでもらったのが、こちらですね。おぉ、グラデル。うらしい。まあ、おじいさん。おじいさん、なんか渋い感じの。これはチョイスですね。これでも残念ながら、これも座ってる。野島さん野島さんびっくりです。はい、そして、次がですね、こちらですね。
ポルペン。お、はい、はい、いいですね。これはイケメン枠です。イケメン枠。ね、ちょっとね、影のあるイケメンが。そうですね。はい。グライブ。あ、グライブ。はい。なんかロボっぽいのも面白い。イケメンもかっこいいですね。渋いチョイスですね。またプレイパーで、これも育てる。ぜひ覚えてない。まあ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 。そして、最後、最後は。最後。お、ちょっと可愛らしい。ビーモちゃん。はい。で、ビーモコラボのキャラですね。まあ、優秀な子ですね。はい。すごい。というわけで、こんなパーティーです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい。ということで、パーティー選びましたね。これ、リーダースキルが、なんと、5属性だと思うんですけど、ユージェって。そうです。5属性揃ってますか？ないです。ないですね。やっぱり、直感で選んだまあ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 。リビゲージの消耗品を経験する効果だけは、まあ、ありますよ。そうですね。そこでどうにかフレンドはこれ、ルパリンゴさん。はい。これ、ルパリンゴさんのウダ。そうですね、ウダ。なぜウダを？ウダは、あれ、たまりが早いじゃん。はいはいはい。ブレイブバースト。あれがポイントかな。SBB はまだ1です。すいません。もうそこに行ったら、こう、ちょっと満足してください。パーティーは正直、まあ、ブレイブバースト、スーパーブレイブバーストレベルでマックスのやつ一人もいません。いや、私たちなら、でも、どうにかなるかな。なるかな。どうにかなると思うよ。なります。こんな格好までしてんの？そうですよ。カエル張ってるんです、こっちは。あんま格好関係ないけど。どうですか？どういう順番でいきますか？順番決めましょう。最初はグッ。やったかった。じゃあ、時計回りで。はい。こう？あ、違う、こうか。あ、違う、こっち？時計回りは。こうだ。そう。今左もわかんない、女。どっちから見てかなって思ったの。じゃあ、ジャスト3、ルパン3、はい。カオリンゴの順番で、回すと。一人一旦ずつ。プレイして、はい、パスありですか？パスないよ。パス？ないよ。ガードってこと？いや、パス。パス？パスって。いや、これもうピンチ。私ピンチってなったらパス。ないよ。それないでしょ。はい、じゃあやりましょう。じゃあ、行きますよ。挑戦しましょうか。はい。挑戦するっていう。唐突ならやめてもらって。はい、ごめんなさい。もうしますよ、もうしますよ。はい。挑戦するこれです。そういうのがあるんですね。ないですね。今初めて見ました。なるほどね。こういう人なんだな、ここは。はい。分かってきた。ごめん、ちょっとかな。もうこれも、どうしようかな。これやばいな。状態以上、セブンスとかもないと思うので。とりあえずもうこれ、もう、速攻で、もうガンガン、これアイテム使っちゃっていいですか？いいですよ、いいですよ。ガンガン、これガンガン。取れますでしょ。これが最初にやられるのちょっとやばい。もういきなりいきますね、アイテム。初め大事ですよね。麻痺、麻痺を使ってくるやつがいたような気がするんですけど。あ、そうやね。ちなみにオートになってるので、クリアはしてますよ、ね。クリアはしてますよ。クリアしてます。私も初見プレイでオルトまで取れました。そうそうそう、すごい。初見だったんだ、あれ。そうなんです。初見プレイでした。ちなみにメンバーはどういう感じだったんですか？メンバーは、五属性パーティーですね。五行パーティーで。あ、五行パーティー。はい。こうね、フレンドに星6カルを入れて。なるほど。これね、今とりあえず、麻痺を打って、麻痺攻撃のあるリガースを、はい、多分ね、こっちに麻痺させられたんですよ。うん。で、これスフィアでつけてた。いや、あ、そう、あ、そうですね、多分ね。ですよね。誰もビビってない。そう。で、今度はルパリンゴさん。これどうする？いや、もう、好きなように。ノーヒントか。ノーヒント。アドバイスなしで。もう、行っちゃうか。行っちゃう？行っちゃいますか。相談が知れるんだよ、まあ、そうだね。ちょっと、ビビって、無心薬を使ってとかでもいい。まあ、ちょっと、僕、今日、ちょっとこれ初見なんで。まあ、ビビってのしょうがないから。あら？フロンティアハンター、初見なんですか、ルパリンゴさん。ちょっと、秒速で。ちょっと、スパークとかちょっとそう、反対攻撃を1個ずつ繰り返して丁寧に押してみた。丁寧に。丁寧に押さなくていい。だからもう敵の攻撃初めてのことだからちょっと丁寧に押してみた。それ敵の攻撃今打ち散らされてますね。あれ？あれ？速やばい。
ほらー。俺死んだ。ほらー。あ、俺でも、どうしようかな。一回切りもある。はい、じゃあ、切ります。ここで止めといて。やばい、あれですよ、あの復活させましょう。まあね、さすがに復活させるしかないこれ。ふうさんが思った以上に遅くなった。白、あれ、違う。始めた頃のカオリンゴさんを放出したところで、やばい、やばい、1年以上かかるよ。あの時は、こうやって、手でやらないでください。楽しくしてました。丁寧に押すの大事ですよ。素人ですか、ほんとに。でも、回復キャラいない。そう、いないから。攻めるしかないので、そう、攻めるしかない復活させて、いや、ね、どうしようかな、ブレイブバースト叩き込むしかないですよ、これ復活させて祈ろう祈っても何も祈れてねえ、ちょっと多少回復もさせたい、復活はしません、復活しない、一旦このまま行きます、もう私はぶっ放しちゃいます、全てを、まあ、なるほどね、はい、3人溜まってるのかな、そうですね、はい、私はぶっ放してしまいます、はい、もう、はい、よし、人的にはあー全然野島人的にはそうだよね、あ、でも結構いい、まあでも BB がこれは溜まるかどうか、あ、いい感じです、いい感じに溜まってるけど、いい感じに溜まってるけど、これでまた敵の攻撃が激しい。うわぁ、結構減りますね、これ。ね、ちょっと待って、これ、まだね、1戦目で、このダメージですよ、1戦目で。これ痛いね。いける。いや、まだいけます。さて、復活させるかどうかは。いや、これ復活。あなた次第です。復活させる、違うでしょ。違うでしょ。いや、違いますか。ちょっと復活させましょう、もう、とりあえず。復活させます。持ちます。いいんですか。持ちます。復活させる。本当にいいんですか。いいじゃないですか。でもこれ死ぬよこれ。マジじゃん。それだと言うなよ。まさかもう一戦目全滅。死ぬからもうとりあえずアイテムとか死にたくないから使っちゃう。そうですよ。アイテムって取っといてもいいことないの。目標はこの一戦目を勝ち抜くことです。違う。そんな低い目標だったの。やりきろうよ。やりきりますよ。もう行きますよ。チクリよ。もう行きますよ。ぶっ放しちゃいますか。これで、ね、いいんじゃない？いやー、全然減らないよ。こんな、こんな減らないフロンティアハンター初めて見たわ。こんなやったらもう一撃で蹴散らしますよ。確かに。私も全然。ほらほら、リモートなんだよ。ダメダメ、女の子はダメ。あー、やばい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 。やめて。いやー、女の子いる。今それの。大丸子さん、ここ大事な局面です。これ回復するよ。はい、してください。してください。もう一個使っていい？あ、もう全部使っちゃった。もう好きなように。好きなようにしてください。そのアドバイスなし。こんぐらいかな。でもこれ行くから、もう一気に。はい、行きましょう。どう行こうか。やっぱこれ、ね、良かったでしょ、これ。たま、6人全員溜まってるじゃないですか、これ。うん。復活させたでしょ。ちょっと、ゆっくり、落ち着いて、ゆっくり。はい、はい、はい、そうそう。はい。あれ、まだ。そう。はい、ブレイブアウト。そう。あと、落ち着いて。はい、そう。これ、ほら、あれだ、やれねえな。滑んないもん。なんかこう、指がね。たまたま違う。そう、人をたまたまで、まだ。なるほどね。よし、ちょっと、これ仕方ないよ。よしって言うけど、まだね、これ、敵の攻撃始まってない。こっからですね。やこれ、残るよ。残るかな、残るよ。信じてよ。香りも信じて。残るから、これ。ほら、残った。なんとかギリギリ。じゃあ、これいけますよ。いける気がします。残ってますから、まだ。香りもさんもさ、全然いけますよ。あ、これいけますね。ちょっとあ、でもこれ、マルチキルいけそうな気がしないんですけど、私。ヒットポイント少ないやつから、残れば何体かいけそうな気がします。いけそうですよね。ちょっといっちゃいます、私もこのまま。いっちゃって。うん、野島神のあれを受け継いで。いきます。
シャッシャッシャッって、なんかすごい何重も、それが香りのボリュームみたいな。なるほどね。シャ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 ポイズンの場所に変えますか。でも、ビビで毒ないですかね。そう、スフィアでも何のね、何もやってないから、ね、何もやってないですね。そう、ディーモンと女の子とかも穴2つ開いてるのに何も装備しちゃいます。確かに確かにこれもう、またこれ使いますね。はい、じゃあ、とりあえず、あー、ちょっとウダがこれ止まりつくないな、きついな。ちょっとウダ応援してやって。ウダちょっと温存した方がいいかな。大事にしてるんだ。ウダ温存。バリンゴさんのウダですからね。そうです。大事にしてる。もうちょっとバーストレベル上がってきてくればな。すいませんでした。行きます。行きます。はい。はい。はい、どうしよう。行っちゃう感じですか。行きます。お。ウダは温存。どうだ、いけいけー、どう見れそうかな。これはね、これちょっとね、痛みがあったけど、これどっちも同じぐらいずっと来ますね、うん、あ、結構でも減ったんじゃない。3分の1、3分の1ぐらいですかね。3人いるからちょうどいいな。でも、これ今これ生き残れるかどうかな。これウダが一番死ぬ可能性高いですかね、雷属性で。そうか。ほら、狙い。あら、あら、あら。うわ、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 やるかね。やっぱちょっと目立つよ、目立つよ、目立つよ。ちょっと出る杭は打っとけ。なるほどね。これ、はい、そうかそうか。これね、ちょっときついな、私。相性もう復活させますから。復活させますか。うん。じゃあさせないことにはね、させて、で、とりあえずちょっともう。グライブさんも。圧倒的なこの相性の悪さ。これいろいろな。リーダースキルも 100% 生かしきれてないですからね。いろいろなことも厳しいね。でもパーティー編成が同じってことが。ダイヤモンドやもんね。でもこれ蘇生薬ないですよね。どうしよう。もうあと1個、1個残しときますから、香りものために。あそんな1個残ってたところどうしようもないから。ちなみに。じゃあ、まあもうしょうがないな。パッパッパッと押すよ。サッパッパッと押して、ウダ使ってみる。使う、もうお任せしますか。アドバイスなしです。アドバイスなし。アドバイス。よし、じゃあ、ちょっとパン、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 パン。あれできてない。なんとなくでも、繋がってるだろう。うん、まあ、うん、結構減ったんじゃないだろう。でも、明らかに、こんなに、そりゃ減ってないな。あこれ、一個残ってるかな、これ。あ、ユージも。あー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 これ、あオレブだおーあユージもあああああああこれ、次の人の問題だから。次の人が、どう生かすか。そうかな。そうだよ。押しがたいです。ガンプもしがたい。まあ粘りましょうよ。てもうやるだけのことやろう。もうね。やるだけのことで。攻撃アップして行ってしまいます。はい。うん、私も同じくらいか。もう一気にやろう。どこまでいけるか。
フィーラージハートで。ああ。でも一応。全然知らないね。極地はそういうところじゃないから。見ないでどうなんみたいなところじゃないんですね。あ全滅だね。これはもう香りいいね。簡単に広がったな。ちょっと待った。いやじゃあ香りんご罰ゲーム。ちょっと待った。そうですね。しょうがない。ちょっと待った。これはだってルーレット式に行ったわけだからさ。ジェンカみたいな。ジェンカみたいになってるそういうものだから。そうね。まあそういうものだから。カトカーさんって怖いんですね。怖くはないですよ。まあ、うん、ユニットはやっぱりね、パーティー構成が大事だよね。そうだね。今日分かるよ。スフィアとかも大事。スフィアも大事。何も勝負してない。そうリーダースキルも大事、フレンドスキルも大事、パーティー構成が大事。全てが整ってからの極地。そういうこと、そういうこと。まあ、あんなやり方で極地やってるダメだっていう。悪いね、みたいな感じでやってね。トークン動画になっちゃいましたね。まあ、それはもう D ですよね。いはい、でも、はい、でも私たちの頑張りは A。そうなんじゃない、さようなら。なんかやるよと、A って言うから。でも、私たちの頑張りは A。無理があるな。さようなら。